most people have weaknesses, and most people only have one great shot. You know, I mean, Federer doesn't have weaknesses and has a few great shots, so that equates to a problem. It's about keeping my head down and focusing on the things that I do well and things that I that have gotten me here, and you know, and making him do everything he does and as good as he can. And yeah, looking forward. I mean, obviously, what the better final could I wish for? You know, an American in a U.S. Open final. So great. I'm looking forward to it. I expect a tough match. You know, he always makes the opponent run. Ready to run, so defend myself and play aggressive when I have the chance. ウルスレーンのところまで来ています。長男のジャーですよね、はい、苦しんで苦しんで最後は3試合連続の5セットマッチをしのいでファイナル進出です。一番向こうに映っている坊主頭はイヴァン・レンドルです。驚かれる方も多いと思います。いや驚きますね。ポイント数をやるようです。ずいぶん大きくなりましたね、はい、太りましたよね、はい、今ゴルフに夢中だそうですがね。この前のコートオブチャンピオンズで表彰されていました。アガシは太ったねと言ってるんじゃないでしょうか。アガシが勝ってレシーブを選択しました。レンドルはグランドスラムタイトル8つ、 US オープン3つ、しかも US オープン3つを挟んで前後で準優勝が5回あるんですよね。あの頃はもう本当にストリートタイって本当に強かったですよ。いや昨日ピアスが今年2度目の決勝敗退という辛い思いをしたんですが、はい、レンドルはなんと11回グランドスラムの決勝で敗れてるんですからね。風格がありそして経験も十分な2人の登場で早速試合前の公式練習に入りました。過去の対戦成績はフェデラーの7勝3敗、しかもアガシが最初に3勝した後、現在はフェデラーが7連勝、しかも最近の3試合は全くアガシがセットを取れません。初めの頃はヨーロッパに比べるとフェデラーのアメリカでの人気というのはもう一つのところがありましたけれども、最近はやっぱり風格とかそのプレーの美しさ、何よりもまず強さ、はい、そういうことでアメリカのテニスファンの心ももう掴んでいるような感じですよね。掴んでいますね完全に、はい、今年はウィンブルドン3連覇を含めて9つのタイトルがあります。シンシナティ、ハンブルグ、インディアンウェルズ、そしてマイアミはマスターズシリーズです。堂々たるナンバーワン、そしてこの大会の第一シード、今年もウィンブルドンを制しました。去年もウィンブルドン、 US オープンと連覇しました。今年もしこれを果たしますと2年連続ウィンブルドン、 US オープンの連覇というのは史上初めてです。何よりもトップの選手たちに対してほとんど負けがないという強さがありますね、はい、今シーズンのトップ10に対する成績は11勝2敗、負けたのはサフィンとナダル。そうですね、さてそれでは今日の試合の話に移っていきたいんですが、ご紹介した通り7勝3敗と、はい、フェデラーがリード、しかも最近は寄せつけないという感じになってきているわけですが、はい、見どころというよりもやはりアガシが勝つためにはどうしたらいいか、どういう状況が考えられるかということになると思うんですが、はい、いつもアガシは自分から仕掛けて自分のこう早いテンポのストロークで相手を崩していくんですが、はい、今のフェデラーはその
足立と同じように打ち合うところではないんですね、はい、打ち合うこともできれば他のいろんなこともやれるという、もう手が多いということですね、その中に足立がどうしてもついていけなくなってミスをしている。もうですから足立としてはやっぱりより強いボールをより厳しいところに行っていかないと、なかなか難しくなるんじゃないでしょうか、はい。でこの大会のフェデラーの調子ですが、多くの人が決して絶好調ではないというふうに言っています、はい、柳さんはどうご覧になってますか。はい、私はそのことと同時にですね、はい、やっぱりもうこれだけフェデラーが強くなりますと、みんながフェデラーに対して考えてきます、はい、その考えが少しずつできている。あ、そうですか。だから彼に対しての攻め方が少しずつ分かってきている。みんながレベルを上げたんだから、はい、テニスだってそうなるさと言っていたんですが、そうなりつつあるということですか。今レベルが上がるということよりも、この人に勝つためにどうするかということが、こういろんなテニスのタイプの中でですね、はい、私にはこれができる、はい、私にはこれができる、うん、そんな感じだろうと思います。まずキーファーが1セット取りましたよね、はい、それからまあヒューイットも去年の決勝のことを思えば、はい、もう随分頑張りました。もう考えられないくらいハードヒットしていきましたね。そうですね、あれしか方法がなかったんだと思いますね、はい。こちら足立の勝ち上がり、最後の3試合はご覧の通りの5セットマッチです。トスに勝った足立がレシーブを選んでいます。確信があるんでしょうね。おお、今のアガシがフェデラーのこうタイミングをずらすんですね。ずらす、はい、あそこで強打をして、本当にフェデラーって動きながら打つ感じでタイミングを取ってますからね。それを崩す目的で、パーセントポイントを取ってきています。まだボールが空中にある間からスタンドに、イエスの声がありました。ワンゲームオール。アメリカ人を相手に全米のファイナル、これ以上のことは望めないと語ってこの試合に臨んできましたロジャー・フェデラになりました。フェデラーに勝つためには何が必要か。そうですね、こういう手が一番だと思いますよ、はい。現在フェデラーに対しては7連敗中。ただし去年の全米での対戦というのは素晴らしいプレーをやりましたよね。そうでした、それくらいクールに考えてるんですね。第4ゲームです。これが得意なんですね。センター打っといて、はい、フォアに回り込んで左サイドですね。ボールの上がり花を叩きます。あれが速いんですよ ね、 そうですよね。ボールがないですね、取れないですね。やっぱりあれがフェデラーは過去6試合で230回以上ネットアップ。今はまさにコーナー、アーサーアッシュスタジアムです。
ちょうど200キロのエースで第4ゲームキープしました。アガシ鮮やかなショットですね。これまでスライスでまず返しましたからね。自分からの攻撃っていうのは思わなかったんでしょう。目下ファイナルでウィーンの大会ですね。これ以来です。しかし すごいな、これは確かにエラーよりエラーの倍ウィナーが打つというのもよくわかりますよね。これアガシはいいところに自分では打って、はい、攻めてる予定なんでしょうけど、それがこんなに強いボールで返ってくる。サティオちょうど200キロのサーブです。エースです。回り込んでからがアガシの長男でした。4歳です。セゲンポイント深いボール、コーナーへのボール続けて入っています。決してボールが浅くなりません、最後ほど球が速い。バックハンドがネットにかかりました。第1セット第6ゲームでブレークが生まれました。フェデラー1ブレークアップです。フェデラー第7ゲームのサーブです。その前のボールが際どかったですよね。スタンドはそれに 100% ポイントを取ります。5本で4本です。ああ取れないですね。相手が非常によく見えている感じがします。は強い西日を受けています。ちょうど200キロのサーブ。第7ゲーム終了 5-2。 わずかにアウトです。わずかにアウトですけども、フェデラーのランストロークの中でああいうボールを打てる、はい、ボールを回ってきました。これもしか欲しいですね。そうですね、アガシならではの。入ってます。これは強打でしょ。もうなんかこういろんなことをやれる人ですからね。カップサーティー
ラブ40、一つセットポイント。グラフソンの胸中やいかにという感じがします。もうこういうふうに攻めて、いつもこの彼のやり方じゃないわけですけど、ドロップショットですね。すごいことをやりますね。ちょっと考えられないですね。そこの世界と我々の世界じゃないっていう感じですよ。これは私がうまくさばきましたけど、ね、そうですね、はい、リターンからのドロップショット、これはフェデラーが一試合に何回かやりますけどね。やります、はい、3つのセットポイントを逃れてキープしました。アガシ、はい、これじゃもう起きませんよね。今どうしても逆クロスに持っていくって感じがありましたね。それをもうスピンかけてストレートですから、最後の瞬間に体をひねってあそこに持ってくる感じですね。それがまたこのボールが速いんです。粘っています。アガス、今のフェデラーのバックのクロスドライブでね、これすごい打ちましたけど、アガシこれも返しましたね。その試合に臨むなんていうんですか、姿勢から何から昨日のジネプリ戦とはもうまるっきりアガシは随分違いますね、入ってますね。超えました。アウトですか。アウトです。さあ今度は相手のサーブで2つセットポイントを逃れました。アガシスタンドは大騒ぎ。これが全米です。ちょっと気に入らないのかフェデラーは時間を置きます。間合いを取ります。入ってたように思いましたけどね。アウトですね。こっち見るとそうですね、はい、これもアウト。少し気持ちが動揺しているかもしれません。アウトです。しかし安さん、今のセットポイントも決して強打サーブしてないんですよね。はい、その辺考えてるんです。たまたまこれアウトになりましたけれども、はい、デュースー、相手のボールが少し短くはなりましたが鮮やかにライジングで捉えて決めていきました。そしてカモンの声。8つ目で決めました。第1セットは34分63でフェデラー選手です。やったことはないんですが、その私でも、はい、今日のアガシの出来は全然悪くないんですよね。うん、と思います。ただしアガシが攻めている部分じゃ何もないんです。これはみんなフェデラーの中で戦っているんですね。で先ほどセット、そして悠然とポジションを変えます。一番コートのローズウォールは39歳310日。
サービスやって前に出たんですよ。そう、本当に彼にはやらないことですよね、はい、そういうこと。それでもやらなければ。第2セット第2ゲーム201アガシは最初の全米ファイナルは1990年サンプラスに敗れました。今日まで15年の間隔があります。ですね、そうですね、得意のフォアが炸裂しました、はい、もうこれはもうどんどんこれを打っていかないと今みたいな形でもう走って間に合わないような状況にしないといけないですね、はい、ビッグチャンスです。この試合初めてのブレイポイント2つ。うわ、ナイスナイス、素晴らしい。第2セット2ラブとしました。アガシこれはしかしショットが良くて取ったんですからね。本当ですね、これフォアハンドでしたけれども3本素晴らしいフォアが取ってきましたね。これでかなりいけますね。一家総出で応援しますアガシ陣営。軽く流したような感じですがボールに伸びがありました。ウィナーです。そうですね、アガシのボールは力強いって感じがありますけど、はい、あのフェデラーの伸びがありますね、で、あのフォームに流れがあるからまた力が入っていないように見えるんですよね。そういうことですね。足したかもしれません。素晴らしい打ち合いですが軍配はフェデラーのバックハンドに上がりました。打ってる時の足は強いですけどこうやって打たれると足がそれほど速いとは言えないんですよね。そうですね、いつも見てますけども。 15-30 相手を追い込んだボールなんですがその返球が決して浅くなってこないんですよね。ですから今のアガシュートちょっとためらったかっていう感じありましたね。もったいない、いいチャンスしたのに。ブレイクバックのポイントです。フェデラー203キロ、今日最高のスピードでした。この大会では最高2つあります。3つ目のダブルフォルト。やられたという感じでフェデラーがこう少し顔を上に向けましたけれども、いいショットですね。もう素晴らしいです。レシーブした後のそのボールこう上がし打つのが深いんですよいつも。それであのフェデラーが攻めれなくてアガシが攻めてくる。またこれいいボールです。
今はアガシが緩いボールの後強打でいきました、うまくやりましたね今のは、はい、素晴らしいセカンドサーブでした。第2セットアガシ3ラブとしています。思い切ったことありましたね、はい、これでいいです。あっとサイドアウトですか。これアガシもやっぱ分かってると思うんですけど、フェデラーという人今まで今年3敗しましたが、はい、3敗した時も自分の点数をやってる中でこういう風にちょっと崩れじゃない、相手がいい点数をしたんですね、はい、フェデラーの今シーズンの3敗は全豪のサフィン、それから全仏のナダル、それにガスケと、はい、この3敗です。それと今、ハードコートでは確かちょっと待ってください、34連勝中なんですね、はい、サンプラスと並んで1位タイです。ロブでいった、これはちょっと長いか、入ってます。入りましたね。入りました。少々、まあ、普通のフェデラーのネットの出方ではないような形になりましたけど、それにしてもうまいですね。いやー、オンザラインですね。ちょうどボールを追っていくフェデラーの影にボールが入ってしまいました。逆転してポイントを取りました。今のうなずいたのはどういう意味なんでしょうか、フェデラー。これはな、ラガシが本当に今日は積極、そうですね、積極的、はい、こうしていかないとやっぱりいけないんですけども、普通はまずやらないことをやりますね。ゲームポイント。サーブ&ボレーです、はい、今日は8回目のネットアプローチ7回ポイントを取っています。これでいくしかやっぱりないですよね。これは決してポイントを短くしたいということではないですよね。違います、もう自分のやり方です。これが、はい、今日は一番合うということでしょうね、うん、もういろんなことやるべきだと思いますけれども、はい、こう消極的ではダメだと思いますからね、この人は過去の6試合でもネットで 70% ポイント取ってます、うん、まあ、滅多に出ないんですから、そのくらい。なお US オープンを3つのサーフェッツ、今のフォアがネットにかかったところで、うわっ、
素晴らしい打ち合いにアガシが勝ちました。見せましたね。いやおそらくアガシは彼とやった何試合の中でこんな戦いはしてないと思いますよ。ああそうですか、これはもう完全に打ち勝った感じですからね。そうですよね、ちょっと足が滑りましたかね、ちょっと滑りましたね。昨日といい今日といいシューズの紐を結び直すことが多くなっています。ちょっと足がもつれましたね。そうですね、でラケットが、はい、あのコート、73% 入っています。フェデラー入ってます。入ってるんですか。今のアガシはいい攻めでした ね。ちょっとドロップショットが大きかったかな。そう言ってもいいタイミングでしたよ。まあ確かにそうですね、はい、こういろんなことやれるってことが、はいはい、やっぱりいいですよね今日は。リフティングオール、3本素晴らしいリターン、はい、これはちょっとサーブ甘かったですね、うん、カモンアンドレと出ています、はい。15-30。セットポイントが2つきました。もう1つセットポイント、第2セットは 6-2。アガシが2ブレイクでものにしました。ワンセットオール。さてこれで柳さん試合はどういう流れになっていくんでしょうか。回り込んだ、ラインを捉えました。外側で捉えた感じです。これで2つ目のファイナルでのセットというセットを落としたことになります。このミスがちょっと出始めましたでしょ。そうですね、やっぱり彼のリズムがちょっと、第3セット第1ゲームアガシキープです。9本目のエース。あそこいい時はフェデラー楽に超えてくるんですよね、はい、しかし今のアガシの返球がもう、はい、もうね、ライン上っていう感じの深さでしたかね、はい、でもそれをやっぱりミスする本当フェデラーじゃないですからね、リフティングオール、エースです。10本目、コートボールでチャンスをもらいました。ダレン・ケイヒルコーチが映りましたが、まあ、寡黙な人ですね。前のコーチと、ものすごいギャップがありますよね、本当ですよ。
ご主人はよく走っています。今日は娘さん2つになるジャズはこちらに。第3ゲームキープしました。アガシ 2-1。 今日は警備が厳重ですよね。なりましたね。ホテル の中に警察犬が入ってましたからね、はい、そうですか、はい。こういうストローク戦で、2ゲームズオール。なんというショットだ。素晴らしいアガシ。ますますアガシ自信の中に、気持ちの中に自信が出てきますよ、はい。これは決してアガシは打ち勝ってる場面じゃなかったですけどね、最後の最後はもう完全にあのバックハンドが深く、ね、入りましたもんね。本当でした。15-0。少し余裕を失っている、ね、いつもの顔では皆さんありませんでした ね、はい、そうですよね。 15-30。 あんなミスはすごいですよ、 ですよ、ねね、そういう状況に今気分がなってるんですね。エラー24本。逆転してゲームポイント。これは大山さん決してスピードはないんですけどもね、はい、あのストレートがあるだけにね、あのコースなかなか動き切れませんよね、はいはい。サーブからストロークから素晴らしいですね、アガシが今は。あの安さん、あのこの2人の対戦ですけどね、いやアガシは思い切ったことやってます。あ、素晴らしいレシーブですね、今のも。満員の観衆の大声援を背に受けてアガシが頑張っています。ラムサーティー水が出る。ちょっと気持ちの上で焦りもあるんでしょうか、ちょっとやっぱり彼らのテニスは流れる点、リズムのテニスですから、ちょっとずれてきてるって言いますかね。これがきっちり決まってれば、はい、それでもないんでしょうけど、そうですよね、はい。バックハンドのエラーで第6ゲームを失いました。
どうだ、これは取られた。これはさすがという鮮やかですね、見事なバックハンドでした。うわ、両者ギリギリのボール、これはアウトか、入ってるか、うわアウトで切れましたね、はいはい、アウトです。入ってます。チャンスを逃しませんでした。フェデラー一歩二歩前に詰めてのフォア、あまり見なかったフォアでしたね。フォアのウィナーが16本目、素晴らしいフォアですね。テープに当たったボール落ち着いてさばきました、ロジャー・フェデラー。そしてガッツポーズを見せています。いますよね、はい、イージーポイントが、うわラケットに当ててくる。前に詰めましたフェデラー。あっと入ってるんですか。入ってるんですね。ちょっとサイド、第9ゲームアガシキープです。これで 5-4。 ゲームカウントの上では第3セット王手がかかりましたアガシです。から準決勝の第1試合でやるか第2試合でやるかというのは多少の問題があるわけですよ ね、 ですね。休み時間がどれだけ取れるか。でアガシ陣営はやっぱりリクエストをしたみたいですね。第1試合に挑戦した。少し下がっています。文句のないウィナー、フォアは10本目です。昨日はこんなショットがほとんどなかったですからね。ラリーが続かないって感じでしたからね、はい、今日のために取っていたんですかね。15オール。よく読んでましたね。少しフェデラーも良くなってきた感じありますね。そうですよね、確かにそれはあります。はい、なんといってもナンバーワン 30-15。 足元に落とした。あー、これが抜ければすごいところでしたが、スカイボールが入っています。しかしそれは一試合終わってからの話です。ポイント先行を許しましたアガシ。長いラリーにアガシが勝ちました。さて大きなポイントになります。ワンセットオール、ファイブゲームズオール、そしてサーティーオール。あー相当これスピンできましたね。
で本当に引き出しがたくさんあると言いましょうかね。見事なスピンサーブ、このレシーブが甘いわけですね。さあそういうことを狙ってああいうスピンやって、うん、甘くして、あ、吹っ飛ぶ、どうしてもあれが吹っ飛びますね。今日はいつものフェデラーに、今ぐらい、ね、強いボールで深ければそれほど次の次の手が厳しいと来ないんですね。ピンチが続きます。アガス、このゲーム3つ目のブレークポイント。いい時のフェデラーにこういうエラーはほとんどありません。ラケットの下の方に上がってますよね。今の見てもフォームだけ見るといつものフォームなんですけどね、ちょっと当たりが今体を伸びきったんでしょうかね。3度目のデュース、これも甘い、攻められないですね。あっさりとコースを変えていきました。難しいんでしょ、難しいです。結局アガシのボールが速ければ速いほど、あるいはもし決まればアガシは取れないわけですね。攻めが速いですから。ここでコースを変えていきます。ダウンザラインのウィナー、フォアのウィナー、18本目、そして4度目のブレークポイント。なんということ、甘いんですよね、あのレシーブが、リターンがね、あれではもう上がしにかかれば打ってくださいというような感じですから。最近の数ポイントで言えば甘くなかったリターンというのは1本ぐらいですよね。そうですよ、はい、ほとんど甘いですね。逆転してゲームポイント。素晴らしいセンターへのサーブが入りました。サービスウィナー、4つのブレークポイントを逃れたアガシがキープ。第11ゲーム終了 6-5、 アガシ1ゲームのリードです。いつものストロークじゃない、つまりアガシにこう押されてるところは結構あるということですよね。自分の中のテニスでやってないということです。最後のエースを決めたところですよね、はい。今のはちょうど200キロです。すごいリターンがしかし深く入ってきました。コートは大きく空いていたんですが、そのボールをフェデラーはネットにかけます。やっと返したんですよね。そうですよね、これは決めないといけない選手ですけど、第3セットはタイブレークです。
んというすごい、これは本当追い込まれてた感じだったですけどね、あまた見事、ああ狙いましたね、ちょっと体に近かったでしょうか、正面狙いましたね、はい、本当は回り込んで打ちたかったんでしょうけど、どうでしょう、もう正面ですね、ちょっと苦しかった、ワンオール、これがよく入る、ちょうど200キロのサーブ、サーブの力でポイント、久しぶりにリターンだったんじゃないですか、レシーブでのハードヒットそのものが本当ですね、あまりなかったですね、ここでミニブレークが生まれました、ちょっとやっぱり甘かったんでしょうか、浅かったですね、でしょうね、そういう感じありますよね、はい、3-1フェデラーリードを奪いました、まあこれはと2本とも落としました、やっぱり最初にポイント取られたってことがありますよね、はい、もう攻めなければという気持ちだったと思います、さあフェデラーにしてみればここで2つのミニブレーク、このタイブレークは逃してはいけません、わずかにアウト、大手がかかりました 6-1、 第3セットのセットポイント5つ、あーどうリターンエース、タイブレークに入って素晴らしいリターンが2本出ました、タイブレークに入ってのリターンがね、いや確かサーセットの最終面あた最終本当最後の辺で、はい、やっと彼のショットが、いや、まあ、センターは何のサーブエースですかね、そうですね、本当に多いですね、約3キロ今日14本目のエースです、これ次のボールどうですかね、入ってるんですか、入ってるんですか、はい、15オール、あーこちらも感情を表します、今のはサーブのコースを読んでセンターサーブをちゃんと返して、ね、相手を泳がしたわけですから、青じゃいいことと気持ちが乗ってるってことですよね、はい、わあ見事な切り返しです、ちょっとやっぱり良くなってきましたね、そうですよね、これリターンは深いところに帰ってますました、また何かそのフェデラーの肩の力が抜けてですね、楽にこうボールを返してる感じになってきました、それで一方のアガシがああいうのミスをする、はい、回転のカットボールを打ってちょっと引き出した感じでしょ、はいはいはい、私もしっちゃん打ってるんですけど、うん、でパスでだから計算通りのセンスが、しっかり決めました、フェデラーブレーク2ラブとしました、
今のかけていって打つところの流れ、はい、スピード、はい、すごいですよね。下がりながらね、本当に彼の良さが出てきましたよ。柔らかい体を使ってね、はい、サティオ この後です、ね、しましたよね、はい、これ体は下がりながら、あれでボールに十分力が乗ってくるんですか、すごいですね。よくなってきましたね、はい、本当に流れでこう速いボールと回り込んだ、伸び伸びとしたバックハンド、いい時のフェデラーですよね、はい、柔らかなフォームから、はい、ですから足が動き取れない、ということが出てくるんですね。これはちょっとこの流れを変えるのは難しくなってきたか、アンドレアガス、やっぱり攻めていかないとやっぱいけないわけですから。本当ですよね。追いついた、大先輩をからかうようにゆっくり出したボールでアガシの目の前をボールを通していきました。フォーラブとしています。相手のこう 思ってないところに出ていく感じのネットじゃありませんからね。そうですよね、はい、ここが苦しいと思います。第5ゲームです。楽にやってますね。もうなおさらだからうまくいくような、はい、そういうことですね、はい、私だっていいボール打ってるんですよね。そうですよね、それをいとも簡単に返すようになりました。笑顔がいっぱいになりました。フェデラー陣営、24歳ロジャー・フェデラー、入りました。35歳アンドレアガス、2児の父、
立てよう。チャンピオンシップポイントが来ました。これはアウトです。2度目のチャンピオンシップポイント。センターへエースです。逆転されました。フェデラーゲームポイント上がし、素晴らしいドロップショット。これが出ませんね、あんな後ろからですよ。ベースラインの1メートルぐらい後方、もうちょっとありますか。すごいですねこれは。3度目のデュース、キープしましたアガシ。第4セット最初のゲームを取りました。しかし 5-1 大きくダブルブレークアップのフェデラー。第7ゲームサービスフォーダチャンピオンシップです。エースと判定されました。19本目。3つ目のチャンピオンシップポイントです。飛び上がって喜びを表しましたフェデラー。2年連続ウィンブルドン、そして US オープンを制しました。And six-time U.S. Open finalist, Andre Agassi.
アンドレ・アガシには素晴らしいファイナルをありがとうと言いたいですね。いやこんな試合見せてくれましてね。そうですよね、まあ、最後は力尽きてしまいましたね。そうでしたね。最後はやっぱり今の勢いのあるフェデラーのテニスになってしまいましたが、それにしてもアガシはフェデラーをこんだけあのテニスをおかしくしたというのは彼のテニスが良かったからですからね。そういうことですよね。頑張りですよ。最後は第3セットの終盤から58ポイントのうちなんと41ポイントをフェデラーが取りました。やっぱり最後にはディフェンディングチャンピオンあるいはナンバーワンとしての意地が出たでしょう。今日の試合は途中で何度もこう自分に怒りを示す表情がありましたからね。今大会時々ああいうことがあったんですよね、はいはい、いろんな人とやって、で今日の嵐はもうそのもっといい局面を見せ場を見せてくれました、ね、そうですね、作ってくれましたね。後輩を称えます嵐、先輩に敬意を払ったフェデラー。コート上では今表彰式の準備が行われています。かつては本当に感触持ちだったそうですね。何度も私そういう試合見ましたよね、はい、子供の頃は特に広がったらしいです。これ試合全体の数字です。ファーストサーブが 76% も入ってますもんね。あウィナーの数が倍以上ですか、エラーの数が最後は近づいてしまいましたもんね。本当でしたね。ブレイクポイントこんだけ掴んでる18。これもすごいですよ。そうですね、はい、逆に言うとアガシは14本逃れたということですね。それもまたすごいですね、はい、この大会全体を通じてはなんと46本、いやそうですね46本逃れたことになります。すごいですね。